島西岸の断崖日没時の島南部の東大フェア島は、シェトランド諸島を構成する島の一つ。オークニー諸島とシェトランド諸島の間に浮かぶ古島である。最長 4.8km、幅 2.4km、面積5.61平方 km の小さな島である。メインランド島のサンバラ岬から南西 40km 離れている。 オークニー諸島のノースロナルド政党の方に近いが、フェア島は行政上シェトランド諸島の一部である。70人ほどの島民のほとんどが、クロフツと呼ばれる島の南半分に暮らす。北半分は岩がちな荒れ地である。西岸は200メートル以上の高さの切り立った断崖が続く。人口は1900年頃に400人を数えて、以降、ゆっくりと減少している。 島にはパブもレストランもないが小学校が一校ある。11歳になった後、子供たちはオークニー諸島の州都ラーウィックにある学校へ入学するため島を離れなければならない。フェア島は鉄器時代から定住者がいた。島から産出される資源は欠けているものの豊かな魚場が近かったためである。島は渡り鳥の野鳥保護区とされている。 多くの気象種が島で見ることができ、スズメメセキレイカやマキの潜入、スズメメウグイスカが見られる。1588年8月20日、無敵艦隊の機関エルグラングリフォンが島の小さな入り江で難破した。300名の乗員は6週間も島民と暮らした。船の残骸は1970年に発見された。島は1954年に、 野鳥保護所の設立者、ジョージ・ウォーターソンから、ナショナルトラスト・フォー・スコットランドが買い上げた。フェア島の家エフェア島は有名なニット、フェアアイルの産地である。このフェアアイルの手編みは、島の女性の重要な収入源である。島の男性の第一の仕事は農業である。1982年より、島の3分の2は、風力発電で電力をまかない、残りは、 ディーゼル発電を行っている。2004年1月29日、フェア島は、フェアトレードの町の地位を与えられた。その他、シェトランド諸島とをつなぐフェリーがある。ありがとうございます。